カラオケで歌うときに、途中で水分を取らないと1曲歌いきれません、えー。喉が引っかかるということ、いうか声がかすれてきます、えー。発声が悪いせい,せいだと思っていますが、せめて1曲は歌いきれるようになりたいですという、ね、質問です。ありがとうございます。えー、では、えー、カラオケで、えー、1曲歌いきる方法。はい、えー。そうですね。まず、ご本人が、えー、おっしゃっているように、水分が、ね、足らないと、えー、喉は 生体がちゃんと閉じないので歌い切ることができませんで、水分取ったとしてもですね、えー、喉が乾いたなった時に思ってから飲んでも遅いんですねあの飲んだ水は実は生体にはかからないんですね、えー、水をの乾いたと思って生体の粘膜がこうカラカラになっている時に水を飲んでも、えー、もし生体に水がかかったとしたら5杯やね えー、気管に水が入ってしまって、うーってなって、誤飲、えーはいね、ってしまいますので、えー、実は生体と下生体、それから喉頭蓋という三段構造で飲んだものが喉にに、ね、触れないようになっているんですよね。では、じゃあ水を飲んだら、なんで喉どが潤るるった感じがするかというと、えー、それもまあ一旦口の中が湿度がちょっと上がるからぐらいなんですよね。えー、なので、えー、喉が渇いたという前に水を飲みましょう。はいえー、水は 胃や腸から吸収されて、そして体を回って体液として喉の粘膜に来た時に初めての乾きが収まりますのでえまず、まずカラオケで一曲歌いたい時は、もう前の晩寝る前から水を200ミリぐらい飲むと。そして朝起きて500ミリぐらい飲むと。そしてカラオケ行くまでにもちょこちょこ飲んで。で、カラオケ歌っている時は、えー、ウーロン茶は絶対やめましょう。えー、ウーロン茶は水分をね。 えー、放出して利尿細胞がありますので、もう喉がガラガラになっちゃいます。これを気をつけていただいたら、多分一1曲は、ね、全然歌えるように必、ず多分必ずなります。あと、呼吸法は、ね、悪いと喉がが、ね、乾いてしまって、やはり1曲歌いきる前に喉がガサガサになってしまいます。一番いけないのが、音を立てる呼吸法で、ハぁーっ、はぁーと、音を立てる、それはもう喉の粘膜を乾かすだけなので、そういう呼吸法をしていると、えー、全く持ちません。 はい。えー、呼吸法、えー、空気はね、息を吸おうとしなくても、体の中に滑り込んでくるので、えー、うまい歌詞を見てるとね、ラララララ、ララララ、ラー、ラーっていつ吸ってるかわかんない状態ですよね。それは、ラララララ,ラ,ラ,ラ、ラララララとかやってて、ら声が出なくなっちゃうんですね。はい。いつ吸ってるかわからないような音が出ない呼吸法を心がけましょう。はい。では、回答、水をもう前の日から飲む。そして、うロん茶飲まない。 そして呼吸の時に、ブレスの時、音を立てない呼吸法を身につけてください。そうすれば絶対一曲大量になります。